月刊コミックビームは角川発行の月刊漫画雑誌。1995年11月11日創刊。毎月12日発売。キャッチコピーは愛と勇気と執念のコミック雑誌。前身はアスキーコミックとファミコミ。使命の由来はファミ通のかつて連載されていたアーケードゲーム紹介コーナービーム通信から。雑誌自体は アーケードゲームと関連はなく、多くのタイトル案の中から、語呂の良さと勢いで採用された。指名ロゴの上に、マンスリーコミックビーム、A マガジンフォーザコミックフリークスが表記されており、漫画家の個性を生かした濃厚な作品を載せているのが特色。紙面に統一的なコンセプトはなく、作品表現に方向性や制約を設けていない。相関当初は、 全身紙の流れから漫画とゲームをドッキングさせるというコンセプトがあり、ゲームを題材とした作品が多かったが、ファミツーブロスの漫画雑誌へのリニューアル以降は、名残は、ほとんど見られない。また、小説のコミカライズは、古典小説作品に限って存在しており、ファミ通文庫をはじめとする、ライトノベルのコミカライズは、ほぼ解無である。初代編集長は、 前身のアスキーコミック編集長だった金大地剣。1997年までは表紙にカエルのキャラクターを使っていた。金大地は後に MF ブックスの編集長に就任した。二代目編集長の奥村克彦は秋田書店から当時の発行元のアスキーへ移籍した。コミックビームの漫画作品内やマスコミへ頻繁に顔を出しているので。 漫画業界では顔の知れた人物である。創刊当初、彼はそれほど作品内での露出が多くなかった。だが、その後、作家と編集者の掛け合いが多いルポルター受形式の漫画が増えるにつれて露出が増え、知名度も上がった。ゲームやソフトウェア、ファッション関係の広告が比較的多く、セ林工芸者の漫画雑誌、アックスとは、 相互の紙面に広告を出し合っている。2021年12月16日現在、近代地検、1995年12月号から1997年7月号、奥村勝彦、1997年8月号、2013年4月号、岩井義則、2013年5月号、2019年4月号、清水隼人、 2019年5月号現職2022年1月号現在ハット ABC コミックビームオフィシャルウェブサイト角川2019年7月31日閲覧ビデオゲーム通信の略ファミ通の前進紙にあたるログインの1コーナーでありファミ通相関から存在していたコーナーが一時解明されていたもの桜玉吉よも コミックビームエンターブレインビームコミックス2004年3ページこのため雑誌のカテゴリーとしては青年向けとなっている前進誌の一つであるアスキーコミックでは少年向け漫画雑誌で刊行されており本文にルビも振られていた大人向けラノベで大躍進 MF ブックス編集長に聞くレーベル戦略2015年5月20日閲覧 AB ゲ、編集長、大村の漫画野郎35から電撃オンライン。角川ゲームリンケージインク2021年6月19日閲覧。かつて奥村と同じく秋田書店に在籍しており後輩にあたる。北ぜアメリカ、大村の漫画野郎36から電撃オンライン。 角川ゲームリンケージインク2021年6月21日閲覧。岩井参戦。大村の漫画野郎37から電撃オンライン。角川ゲームリンケージインク2021年6月21日閲覧。1998年3月発売元がアスキーからアスペクトへ変更になった際にこの単行本レーベル名での刊行が始まった。 それ以前は、アスキーコミックスのレーベル名で発行していた。アスキーコミックス時代から、コミックスのスペルは、通常のコミックスではなくコミックスであり、現在まで継承されている。コミックビーム2019年4月号、発する大村のエレクトナンバーワンにて発表。奥村は配置転換による移動、祝いは3月をもって、角川を退社。 2019年1月号まで副編集長2019年2月号2019年4月号の間は編集長代理コミックビームでは本文にルビーは振られていないがこの作品では振られていたありがとうございます